はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、 TCN オリジナルミシュランモータースポーツトラックを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカは TCN オリジナルのミシュランモータースポーツトラックです。で、ベースの車種はイスズエルフだね。フロントを見てみるとこんな感じだね。フロントの部分には特にプリントはされてないね。ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。この面にも特にプリントはないね。で、助手席側を見てみるとこんな感じになってます。ミシュランってプリントされてて、ここにミシュランマンもプリントされてるね。で、助手席のドアのところにもミシュランってプリントがされてます。プリントされてあるところを拡大するとこんな感じだね。ミシュランとかこの辺りの文字もすごく細かくプリントされてるね。で、ミシュランマンが大きくあります。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。特にこの面にもプリントはないね。で、運転席側を見るとこんな感じだね。反対側のデザインと基本は一緒になってるのかな。で、ルーフの部分はこんな感じだね。ブルーとイエローで切り替えがされてるね。で、タイヤの方は特にサスペンションはついてないです。あと、ギミックの部分はこの後ろのドアの開閉だね。中は特にこの中も何もないね。で、裏の方はイスズエルフ2007年のシャーシになってます。で、やっぱりこのミシュランのトレードマークのミシュランマンは可愛いね。で、ちなみにこのミシュランマンとか、あとタイヤマンとかビバンダムとかっていう呼び方もあるみたいだね。正式はどれが正しいかはちょっとわからないです。で、ボディのところのこのブルーとイエローのこの切り替えのラインとかはかっこいいね。こんな感じのラインで見ると綺麗です。箱の方は正面のパッケージにミシュランモータースポーツトラックの写真だね。で、この部分に TCN のロゴがプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。 TCN 全国街のおもちゃの会ナンバー5番って書いてあるね。第5弾っていうことかな。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日は TCN オリジナルのミシュランモータースポーツトラックを紹介しました。で、今回のこのモデルはシールとかもなくてフルタンポ印刷だね。ベース車種はトラックなのでそんなに派手さはないけど、ミシュランマン可愛いね。で、このモデルは TCN に加盟しているおもちゃ屋さんで購入することができるね。で、うちの近くにはこの TCN に加盟しているおもちゃ屋さんが近くにいなかったのでオンラインショップで購入しました。ちょっと送料は痛いけど交通費に比べたらまだマシかな。でも、この TCN オリジナルっていうのが結構人気で、なかなか予約しないと買えないかな。また新しいモデルが出るときは予約情報を動画でアップしていこうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。